街角に流れる歌声に誘われて、今夜も夜の扉を開けるのだ。よし、今夜はこの店にしよう。人生酒場、歌は世に連れ、ままに連れ。乾杯。よー、盛り上がってますね。今日は川崎市川崎区にやってまいりました。ハートというお店でございますね。チビママ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、すごい、このお店が綺麗。ありがとうございます。もう川崎だとは思えない、ここは。こちらなんか来るだけでなんか上がっちゃうね、俺みたいな。うん、赤ちょうちんのタイプだから。あ、こういうね、小ざっぱりしたお店入っちゃうと、まもなく開店10周年。もう華やかな10周年にしたいな。そうですね、ぜひ。すごいと思うよ。でもママね、このお仕事ってね、前はどっかでお勤めしてて。そうです、クラブに勤めてまして。クラブの質が違うよ。まあ、たくさんの、まあ、お客さんもいれば、お姉様方、そうですね、大ママさんもいたりとか。そうですね、そういったところで学んだことって何なんですか。そうですね、お姉さん方は比較的フレンドリーで。あ、そうなんですか。助かりました。俺もっとこうなんかね、もう赤い目は摘むみたいな、うん、フレンドリーです。あの、実力があれば大丈夫だ。若くて先輩とかいますよね。でもそれは私が年上なので、実力があれば敬意は払ってください。すげえ世界だよこれ。チビママは次世代ママを育成していくことに力を注いでるそうです。はい、その心は。今若い方ね、やっぱりこれで生計を立てようっていう子が少ないんですね。それでそういう子がいたら、ぜひそういう風にやってもらいたいんです。ママのその気持ちが、理念がもしなくなったら、はい、この日本で水商売っていうのは本当に消えちゃうような気がするんです。この素晴らしい文化が。うん、自分が稼げるようになったらまた面白いんですよ。なんか面白くなるんです、仕事が。最初のうちは辛いんです。はいはい、そうなんです。結構泣いたりしたでしょ。それは。いや、泣かないですね。泣かない、泣かなかった。泣かない、泣かない、泣かない、大丈夫。なんか思い出の曲があるかなってずっとこう思い返したんですが、やっぱり若い時にこの曲がちょっと多分流行ってた頃だと思うんですけれども、やっぱり二度目の恋をしていまして、もうその時にね、本当にあの思い出がいっぱいありまして、ちょっと遠距離で、あー、遠いみたいです。切ないですね。まだもう携帯も何もない頃だから、こんなことで、なんか僕もアイドル世代なんで、はい、こんなちょっと ありがとうございます。はい、チーミのアジナでハートアタック。やー、ありがとうございます。全日本スナックレメンの推薦店ですよ。ありがとうございます。大丈夫か。